はい、いつもご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。本日はこちらの鍛冶屋のトンチンカンチタン製の遮断テーブルの紹介をしたいと思います。はい、で、もともとこちらの外の ST310 っていうバーナーを持っているんですが、これに合うようなテーブルが一個欲しいなと思いまして、いろいろ探してみたんですけど、まあ、チタン製だったら、この鍛冶屋のトンチンカンか、あと N プロジェクト のテーブルが出ているんですが、最近結構こちらの鍛冶屋のトンチンカンさんにお世話になってたので、それに合わせて購入の方をさせていただきました。で、到着したのがこちらで、一個だけ正直残念だったのが、結構プレス跡っていうんですかね、なんか、このムラがあって、それは正直、見た目があまり良くなかったのが残念でした。で、それ以外は別に、出来が悪いとか、バリがあるとかではないので、そこだけが正直残念だったところであります。はい。で、実際に紹介していくと、ここが折りたたみになっているので、開いていただければ、こんな感じで立てかけることが可能です。で、だいたい高さが15センチから20センチくらいですかね。結構な幅があります。なんで、別に、こちらの、バーナーと一緒に持っていかなくても、ソロのテーブルとしても十分のサイズではないかなって思っております。で、ここに穴があるんで、なんか入んないかなと思っていろいろ試してみたんですけど、トランギアが入らなくて、で、ちょっと小さめの、こちらのエヴァリアも入れなかったので、まあ残念な結果なんですけど、まあ当然対当然なんですけど、まあバーナーしか入らないっていうのは分かりました。で、二つ種類があって、外の ST310 と、岩谷の、FWMS01 っていうものが、バーナーが入ります。で、岩谷の方は持っていないので、今回は外の方で試したいと思います。で、実際にセットしてみると、下から入れるようになっているので、よいしょ。こんな感じで入れることが可能です。そうですね、本当のコンロみたいになりますね。で、風防がついてきていて、こんな感じで8枚入っていました。で、なんで8枚あるかっていうと、岩谷と外でバーナーの大きさが違うんで、つけるところが違うっていうだけですね。で、例えば、こっちの小さめの方の方が、この方に穴が斜めに開いているんで、斜めに4枚刺していただいて、風防するっていう形ですね。で、外の場合だとこれ、斜めのところだと入らないんで、こんな感じで。こちらの大型の方を使って取り囲むようになります。なんで、この部分に穴にセットしていって、風防が完成します。はい、こんな感じで簡単にセットすることが可能です。高さはこんな感じですね。なんで風防としては問題ないと思うんですが、若干もうちょっと高い方がいいかなっていうのは自分は思います。でも、ここに置きやすくなったんで、まあ、問題なく使用することは可能です。で、残った幅も結構あるので、まあ、こっちで料理を作りながら火で温めたりとか、そういったことも可能になるんじゃないかなと思います。なんで本当にテーブルとして使えると思っております。で、もう一個残念だったのが、こちらの風防の方も、テーブルの方も、特に袋とかがなかったので、風防に関しては、この100均の袋に全部まとめて入れています。これセリアで売っているんで、もし、こういう小物が入れたい場合は、こういった小さなバッグを購入していただければと思います。こんな感じで全部入ります。で、こっちのテーブルに関しては、ちょっと、はい。今のところ合うサイズの袋が見つかってないんで、ちょっと収納袋1個欲しいなって思ってるところです。それだけちょっと別売りでもいいんで欲しかったなっていうところではあります。で、もちろんテーブルとしても使うことはできますし、この土台として使うこともできるので、この上にもちろんバーナーとか置いてもらって、まあ、下が燃えないように、することも可能となっております。横にするとこんな感じですね。高さがだいたい1センチあるかどうかって感じですかね。
じゃあ実際に重さを測っていきます。はい、じゃあ実際に重さを測っていきます。重さが 424g なんで、まあ公式サイズが 430g っていう風になってるんで、ほぼほぼ変わらないんじゃないかなと思います。で、一応風防とかをつけた場合でも、まあ、465g っていうところで 500g いかないくらいの重さとなっております。で、大きさなんですが、横が 35.5cm っていうところで 30cm 強ですかね、まあ、約 35cm くらいの大きさになっています。なんでソロとして使うには申し分ない大きさなんではないかと思ってます。その代わりやっぱり2人で行くにはちょっとちっちゃいかなと思うんで、もう1個テーブルとしては必要だと思うんですが、こちらの、あのバーナーをメインで考えるとこのサイズでいいんじゃないかなと思いました。そうですね、やっぱ1個だけ残念だったのがその袋ですね。どうやって持っていこうかなっていうので今悩んでいるところではあります。何かこれで入ったよとかおすすめがあればぜひ教えていただけるとありがたいです。はい、ではすいません、短いですが本日の動画は以上になります。で、今度実際に使ってみようと思っているので、その辺の動画もまた見ていただけると嬉しいです。はい、では以上になります。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。